新城総合公園は愛知県新城市にある愛知県営の都市公園である。広大な自然に囲まれた多彩な公園。名古屋ドーム約9個分の敷地には各種広場を整備している。公園は大きく3つのテーマで構成されている。テニスコート、野球場、陸上競技場、球道場等などの運動施設は学生、 社会人などのスポーツマン向けの本格的施設を備える。特に野球場には観客席も設けられており、愛知県営公園内の野球場で、これが存在するのは、ここと厚田神宮公園野球場の2カ所のみである。それに大衆安泊広場は、子供と付き添いの家族向け施設で、流しの下らが原の合戦にちなみろくから、 頂上の城まで城攻めの気分で、忍者のコース、武将のコース、将軍のコースの3つのコースから好きなコースを選んで、アスレチックや滑り台を遊べるようになっている。最後の一つは、高齢者向けの施設で、ニュースポーツ広場が整備されている。こちらでは、ニュースポーツのディスクゴルフや、グラウンドゴルフを楽しむことができ、休憩広場も用意されている。そして、樹木や花々を、 学習観察できる、学習の森も整備されるなど、非常に多彩な公園である。毎年秋に開催される全日本ラリー選手権の一つ、新城ラリーではメイン会場として利用される。ありがとうございます。